じゃんけん。こんちゃん。何かですね、もう昨日になりますが、オープンマイクライブ、これがねふっと忘れるんで、ね、オープンマイクライブね、初出演記念ということでお祝いの品をいただきました。すいません。あ、それもあるけど、ジャン君の誕生日っていうのもあるんですけど、ジャン君の誕生日祝いというのも、そのオープンマイクライブに、見に来てくれたお友達がですね、いただき物しました。すいませんね、いつもいつも、そしてもうね、いただき物に関しては即座に素直にいただく、もうこの路線でいきます、これからね。前にもそんなこと言ったような気がするんですが、だからありがとう、チュール、チュール。ちょっと食べてくれるか心配してたけどね、うん、はい、ありがとう、チュール。でもジュン君はチュール好きだからきっと大丈夫。こんなものを見つけましたって、はい、ネポクサスナックよかったね、ジュン君。なんかカツオ風味のネコ草だ。おぽちゃんが走ってきた。ぽちゃんにもあげるよ、後でね。よかったね、はい、気になる、気になるの、ぽちゃん。よかったね。あと人間に、人間用にもね、はい、春だから桜の桜、桜ちゃん、春だね、ね、ディズニーラピール。桜のカップケーキかな、はいはいはい、うん、お母さんと一緒にどうぞってもらいました、はい、興味津々ですね。はお黒岩さんの喉に、はい、ありがとうございます。これ私聞くと思うんだ、これ気に入ってます。あとね、クロキンが気になってるやつのパンフレットも持ってきてくれたんだよね。、これ最高のやつですね、サイクルオリンピック、オリンピックサイクルだったかな、で、開発された、ギアの中にシリコンを入れて、回転をスムーズにするというアイデアね。これ、うん、今度一緒に行きましょうということでしたね。それも、ちょっと、このパンフレットを見て、夢を膨らませてみようかな、なんていう感じですね。スイッチのいらないアシストギアの秘密。うん、はい。ありがとう。これだよ。なんだっけ。はい。これはギターが雨降った時にそうかそうかそう言ってたね。これはちょっと知らなかった。ギターのケースというか、ギターのカッパなんだろうね。うん、そうだね。ギターに、着せて雨を避けるって言ってましたね。なんかでも、ね、一応なんかちょっとこのこれが普通のギター、うん、合うかどうかわからないけどって言ってね、うん、全然知らなかったもんね。まあ、あのうちのギターはすごいノーマルな形なので、うん、多分大丈夫だろうとは思う。本当にギターの形としてる、うん、そうだね。こうやってかぶせるんだ。はい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 、はい、あ、これはあれだね、顔なしだね。顔なし顔なしです。で、こっからズボッと入れてネックの方からずっと入れてかぶせる感じね。調整ができるよ、ほら、ゴムのこれ、うん、これで、はいはい、ことは意外と、うん、大丈夫だ、なんでも大丈夫そうだよね。うん、そうだ、こうやって、はい、ゴムだし大丈夫ですよ、きっと。ね、よかったね。ありがとうございます。雨の日でも練習に行けるという方ですね、うんうん、はい、どうもどうもありがとうございました。
早速もたれかかっています。かわいい、ポンちゃん新しいもの好きだね。うん、ポンちゃんお気に入りなのに。ポンちゃんさ、あのこういうちょっとだけ高いとかが大好きだからね、うん、よかったね、ポンちゃん。ジェンくん、今日も朝から甘えています。はい、今日もいいお天気です。我が母のですね、これ、ドライフラワーの、体験教室というのも始めるそうです。早い、これからですね、その、お近づきになったドライフラワーのショップですね、教室なども開いていらっしゃる、この、ドライフラワー&プリザーブドフラワーアイムさんというところですね、ここをお借りして、教室を始めるそうです。なんだか展開が早い、クロケンはやっとライブ、デビューしたとこです。このような過程いかがでしょうか。なんかちょっと普通じゃないですけどね、楽しく過ごせるといいですね。あとは、仕事をガンガンしてですね、経済活動、経済活動そういうことですね。ジャン君も頑張ろう。